おはようございます。西田航です。1月10日月曜日ということでね、3連休ですね、今日はね、3連休最後いかがお過ごしでしょうか。ちょっと前日収録しておりますっていうところでね、えっ、ー、と、今日の僕なんですけどこちらのサブチャンネルとメインチャンネル、あと WNPC の新たなお題っていうところでね、えー、3本立てで取り組んでみようかなと思っておりますっていうところで、えっ、ー、と、今日なんですけども、早速本題に行こうと思います。えっ、ー、と、初心者の方だからこそやるべき行動っていうかね、カメラの、 やるべき行動ってもうこれね、えー、と結論から言うと高いカメラを使いましょうっていうところなんですよねいかがですかねこれあの初心者の方あるあるなんですけれども初カメラ初心者ですなので、えー、とどのカメラがいいでしょうかっていうふうになるんですけども結構もう皆さん実を言うとここってもう本音では多分分かってるんですよね。一番いいものお金 を一番出した方がいいに決まってるだからこそその隙間で何かいいのがないかっていうふうにおっしゃることがあるとは思うんですけども基本的にはないんですよね。<laughs> なので、えっと、ただあのバランスはありますこれぐらいだったらここでいいでしょうとかですがある一定以上の、えっと、クオリティというかメカマシンの精度とかを、えっと、担保しないとどっちみち、えっと、プロであろうが、えー、初心者であろうが 例えばですがイオスキスとかで写真は写ります写りますけれどもだったらいっそのこと今のね iPhone とかの方が 一発ポンと押しただけでそのコンピューテーショナルフォトグラフィーと言いましてもう iPhone の中でこうだよねっていうね空と人の顔がえとかなり光量の差がありますとそういった時に差があったとしてもじゃあうまく調整しときますねっていうのが iPhone とかのコンピューテーショナルフォトグラフィーむしろそっちの方が記録するとか写真をねっていう意味ではむしろそれの方がね全然今いけてるんですよねじゃあなぜ僕らがこうまあなんだろう今ねボディがないんですけどもこういった大きいレンズとかを使ったりとか クシャクシャクシャッと撮っていくようなカメラを使いたいのかむしろ初心者ですっておっしゃられている方々がなぜねそういったカメラを欲しいのかってなるとやはりよりいい写真だったりとか、まあ、まあ自分なりの決定的瞬間だったり これれじゃ明らかに撮れないであろう、えー、ご自身のペットが動いている瞬間を絶妙なところを撮るとか、えー、例えば子供がね楽しそうに動いているところをパシッと押さえてしまう鳥が飛んでいるところを、えー、とダイナミックにね撮るとかそしてま,まさに、まあ、僕がねこうやってやっているような写真の表現ですよねこういった自己表現のような形で、えー、写真を表現していこうとそういった時の振り幅が持てるような写真撮影そして生成されるデータっていうものに関しましてはある一定以上のねクオリティー のあるクオリティがが担保された、えー、マシンじゃななないいとと意味こにるんですよね。ちょっと乱暴な言い方なんですけどもなので、えー、先ほどね一番冒頭に申し上げました高いカメラを買おうっていうなのでここの、えー、と理由としてはこういったことになりますね要はこの瞬間を撮るそして撮れてきたデータ自体も明らかに自分でねえー、と、 暗い、明るいとか、えー、そういった、ね、色を出すとかコントラストを強めるシャドウを持ち上げるとかそういったことが自由自在にできるデータが作れるマシンなのかどうかっていうところが重要になってきて値段が高いマシンであればあるほどその辺のセンサーのねあの持っているデータの情報量とか立地さっていうところは微妙に違うんですよね。ただ単に画画素素数がが万万円もする EOS R3 70万なのに2400万画素しかないっていうふうに考えがちだと思うんですがここは大きな違いで取れてくるデータ生成されるデータに関しましては明らかにに他よよりりも、ね、圧倒的に優れていたすするんですよねこの辺がまた面白くてですねなのでぜひとも皆様にはあのあのなるべく皆様のご予算が予算が、ね、許す限りえっ、ー、り高いカメラを買っていただきたいと。まあ、端的に機種 であえて申し上げますとキャノン機が気になっている皆様でしたらまずはね EOSR6 ここにたどり着くように、えー、頑張っていただくということが、えー、カメラ初心者ですこれから写真をやってみたいんですっておっしゃるような方々ですよねここに関しては何を買えばいいですかっていう風な、えー、カメラのご相談とかをねよく受けますですがもう端的に申し上げまして R6 以上のカメラ R6R5R3 キャノンだったら、ね、この辺から入ることが多分一番重要な要素になるかなというふうに思ってます。まあなおのこと R6 をなぜおすすめするかっていうとまずボディ自体がねガシャガシャガシャって連写すること自体が12コマ1秒間に可能そしてオートフォーカスの精度。 と速さというところも素晴らしく早い。そしてお、えー、ISO 感度ですね。常用 ISO 感度が10万2400あるということで、ここに関しましてもね、本当に暗いところだったとしてもなるべく早いシャッタースピードを担ぐことができるので、ね、えっ、ー、と写真のね、ブレがない写真ということでブドまりが上がるということなんですよね。写真の良い写真の定義、初心者編としましてはやはり、えー、あ 明るすすぎぎなない、暗すぎない、暗そしてブレてていいていいいなっうところですよね。そしてピントがっているというこの辺の3拍子が揃って簡単に押すだけで生成されるカメラっていうのがやはりねよさある6あたりかなっていうふうにね僕は思ってるんですよね。なので皆さんも是非ねまあ本当にいろ多くの質問を受けます「どのカメラがいいですか?」「初心者です」「お金がありません」とかね。なんで、まあお金… 一まあまあ回置いておきますなのでお金がないなくてどうしてもカメラ写真をっていうふうになるんだったらもう徹底的に iPhone でねどこまで撮影ができるかご自身が持っているスマートフォンでどういった撮影ができるかっていうところを徹底的に考え抜く要はお金がなければ知恵を絞れっていうそういったところになりますのでですが知恵を絞ったとしても結局あハードウェアがきっちりとしないと撮れないものは撮れないわけですよね。なぜプロがプロロががカメラマンととかか素晴らしい写真とか 違いないな写真究極の1枚とか、えー、この瞬間しか撮れないものをきっちりと撮ってくるかというと最高級のマシンを使ってきっちりとした環境下で素晴らしいレンズとともにもう本当に鬼のように連写したりとにかく、えー 初心者の方とは比にならないぐらい枚数を取ります。その上で最高級のカメラで枚数を撮ります。そこから選ばれた、えー、さらにセレクトされた写真ということで、例えば3000枚の中から、そして腕もいい、そしてマシンもいい、レンズもいい中の3000枚から1枚を選べば、それはそれは素晴らしい写真が上がるっていうのは、もう言葉で皆様に説明してても、 おおそらくお分かりですよねなのでこういったことになりますのでそれの一つ要は経験とか技術がないのであればマシンに頼れ経験も技術もあってもみんなマシンとレンズ素晴らしいマシンと素晴らしいレンズに頼っているのがプロですなのでここを勘違いしてはいけないのが初心者だから安いカメラでいいんだっていうのは大間違いで初心者だからこそ1円でも高いカメラ一番いいカメラをしかも最新の一番いいカメラを使ってくださいっていうねこれがやっぱり究極の結論になるかなというふうに僕は思ってます 本当になかなかね、えー、と,とはいえやっぱりそのお金っていうものっていうかねそ,れそこの高い安いっていうのはその人それぞれの価値観とか感覚だったりするのでここばっかりは何とも言えない部分あるんですけれども、まあ、いずれにせよキャノンユーザーであれば R6 なので30万円のボディぐらい今の大体カメラを趣味としてトライしようとそういった方にとってみれば30万円のボディぐらいから入るのがやはり入り口としては本当に後悔もないですしその上でねあの 新たな表現っていう、明らかに iPhone とかとは違った世界がぶどまり高くねあのより10枚のうち8枚9枚という形で自分の狙った写真が撮れていくとこういったことになってきますからやはりスマホで限界があるのはやはり今瞬間こう撮ろうとか思った時にブレて撮れないとかこういったことは大きくありますよねちゃんときっちっと止まっておいてね声援パシャって撮る分にはスマホは問題ないんですけれどもそうなるとね iPhone とかが。 素晴らしい写真が撮れたりします。もう本当に賢くてね、露出も決めてくれてっていう。ですが。 R6 を買ってローデータの知識とかを身につけてそしてライトルームやキャプチャー1とかでデータをいじるねノ,ノウハウを得た暁にはね本当にこういった自分の作品と呼べるもののねステージまでたどり着くことができるのがやはり30万円以上ぐらいのカメラ <laughs> ここに、えー、行き着くかなと思いますので是非ともね参考にしていただけたらと思っておりますではね健やかにお過ごしください西渉でしたどうも